太郎の話なんてくだんねえよ。くだらねえ。僕が桃次郎？そう、桃次郎になって桃太郎の世界を最初からやり直すのさ。キンキンキラキラジャンジャンジャラジャラ、おかげでわしらは楽園よ。わかったよ、わかりました。鬼の宝物を持ってくればいいんでしょ。行けや男だ、俺は日本一の桃次郎だ。はは、桃太郎さんを超えるには一人で行かなきゃ。それでこそ歴史が変わるのでござる。ほら、もう一つ。それ食べちゃダメだ。それ食べたら頭の上に角が。うるさい。こら！僕は人間だ。角なんてやだよ。姉ちゃん、今日は雪ぼっこの番だね。オラも中さん入りてぇ。名前は？はい、桃次郎さん。雪ぼっこの遊び知らねえわけねえ。俺たち陽気な三匹だ。おいらは桃次郎の弟の、歌えばトリオだよ。桃三郎だい。さっさと覚悟しろい。桃太郎がみんなを殺しに来た。やっぱりこいつは桃太郎の回しもんだったんだ。よくも騙したな。許してケロ。僕の考えは桃太郎とは違います。本当です。テレビで一回見てて、やっぱり見せたいなと思って。楽しかった。楽しい。演じてる人の踊りと歌もすごい上手だったし、とても役柄が分かれてて鮮明に出てたからね、面白かったですね。鬼には角がある、人間には角がない、ただ角があるだけ、それだけじゃないか。みんな喧嘩はやめよう。仲良くしよう。予想してなかったのでかなりインパクトありました。私も予想してた展開と全然違かったので、面白かったです。猿とキジと犬のサンバが面白かった。また見に行きたいです。